アジアアロワナ交流飼育約5ヶ月90センチ水槽で飼育していましたが、ついに120センチの水槽にデビュー。果たして無事に移動できるのか。大型魚アクアリウムアロナナハチちゃん、どうも、アロナナチです。というわけで、こちらアジアアロワナ交流ことスーパーメタリカ、1月8日にやってきて5ヶ月、こちらのね90センチの水槽で飼育していました。まあ最後の1週間はね、背面青なんかにねしていました。まあどうでしょう、90センチの水槽ね、成長して窮屈になってきましたね。ダトニオもね飼ってるんで、結構まあ水も汚れるので早くね水槽に移動したい、そう思っていました。5月の上旬に120センチの水槽を立ち上げて、そこからね約1ヶ月シルバーアロワナやねダトニオを泳がせて準備をしていました。こちらのね120センチのね水槽の立ち上げの様子など、前回ね YouTube に出してますので、よかったら過去動画見てください。さあ、というわけで満を持してね、いよいよこちらのアジアアロワナ移動していきます。交流のサイズが、まあ、30センチは余裕で超えてますよね。でダトニオも1匹15センチ前後あったと思います。移動直前にね撮影したらね、アロワナやダトニオね餌ね欲しがってましたね。まああげないんですけどね。でね、こちらの120センチ水槽を泳ぐシルバーアロワナさん、まあ、先住民なんですが、先住魚なんですが、こちらのねシルバーアロワナさんを90センチ水槽に移して、まあ、入れ替えるっていう形になりますね。まあシルバーアロワナもねやっぱねかっこいいんすよね。銀ギラ銀にアロワナ。さて、まあ移動するんですけどね、まあ注意点、まあ自分が気をつけたことなんですけども、まあとにかくねアロワナがジャンプなどして飛び出してしまわないように気をつけましたね。まずは水をね多く抜いて、アロワナの泳ぐスペースを減らして捕まえやすくする。あとは水がね少ない方がまあジャンプしにくいんじゃないだろうかなと思います。でね、袋でしっかりと捕まえます。あのショップさんはね、ほんとあのアロワナの動きをね熟知してて、こうやって捕まえる時にすごい上手にすってあの捕まえるんですけど、なかなかねあの慣れてないとほんと難しいと思います。自分はもうめっちゃ怖いです。今見ましたか、ちょっとすってジャンプしたの、もうね超怖いですね。まあ、アジアアロワナもジャンプまあすると思うんですけど、特にシルバーアロワナはねめちゃくちゃ飛びますね、こういう時。まあ、アジアアロワナが飛ばないイメージはあるんですけども、まあ、それでもやっぱりね、まあ、慎重に、ね、しっかりと袋に入れてね作っていきます。ちなみにね網で、まあ、すくえば簡単かと思うんですけど、やっぱね網ですくうと、まあ、水から出すとね鱗とか擦れたりしてね、あの傷ついてしまうので、まあ、しっかり水をね入れた袋で、ビニール袋でねやってあげると、まあ、傷はつかないんじゃないかなっていうふうに思います。でこれがねもう本当難しいですね。入ってくんないんですよ、袋の口に。いけるか。あー、今良かったですね。はい、良かったです。無理せずそっとねアロワナを救うというよりも、アロワナを袋の中に入ってもらうという感じですかね。はい、でここから持ち上げるんですけども、ここもね気をつけポイントだと、まあ、自分は思ってるんですけども、まあ、袋二重とか分厚ければまあ大丈夫かなと思うんですけども、この袋を持ち上げるときに、この水の重さでね、まあ、袋にすごいテンションがかかるじゃないですか、負担が。その時にアロワナがグンって動いた時にパーンって突き破っちゃう時あるんですよね。まあ、それは絶対避けたいなと思って、まあ、運ぶときに、ね、まあ、バケツに入れて運びました。まあ、発泡スチロールとかでもいいと思うんですけども、まあ、しっかりと袋をバケツに入れて運びました。でね、120センチ水槽に持っていくと、運びました。よかった、無事に運べた、無事に運べたぜ、よかった。結構ね緊張する作業だった、失敗はもう許されなかったんで、あの無事にねここまで運べて安心しました。あとはね、まあ、ここまで来たら水合わせしながら、まあ、水合わせ最中にもね
万が一飛び出しちゃわないようにね、しっかりと袋を飛び出さないように見守ったり、重しを乗せたりとかですね。あとね、ダトニオも移動します。まあ、ダトニオはねこの時ちょっと網ですくっちゃいました。まあ、ダトニオもねビニール袋で、ね、すくうのが一番いいかなと思います。結構ねダトニオもバケツとかに入れたりすると目すっちゃったりするんで気をつけた方がいいですね。まあ、ダトニオをね、まあ、しっかりとバケツで水合わせしてね水槽に放ちました。まあ、ここもね、まあ、今網でやっちゃいましたけども、まあ、ビニール袋とかでねすくってあげた方がもちろんダトニオに対する負担も少ないんで、まあ、そっちの方がいいかなとは思います。まあ、網でやっても、まあ、そんな大きな問題はねないと思います。さあというわけでね水合わせ、まあね、この袋の中にこの 120cm 水槽の水ね入れて水合わせしてます。これ確かね早朝朝4時半とか5時くらいだったかな、ちょっと明るくなりかけた時にやってましたね。水合わせが終わりました。いよいよねそう水槽に放つんですけどもね、一応ねこのなんだろう上ブロックから出てくる水入れて最終水合わせというかしっかりしてね水槽に放ちます。まあ、こうやって手離してねこれで自分で出てってくれればいいんですけども、これねうっかり袋を縮んでアロアナピタってね閉じ込められちゃうことあるんでね気をつけないでですね、まあきっとこの調子だと出てってくれるでしょう。なかなか出てかない、なかなか出てかないですね。出てっか、出ていくか、なかなか出ていかないですね。なかなか出ていかないです。まだ出ないの。これはもうね辛抱強く待ちます。まあさーってこれもやっちゃってもいいだろうって感じしますけどね。ちょっとここは見守りますか。そうだな、当時の心境としては昼間やるとカメラうまく撮れないんで夜のね朝とか暗いうちに撮影した思い出があります。やっぱちょっとね呼吸荒くなってますけど、まあ、そこはしょうがないのかな。ようやく出ました。 120cm 水槽デビューおめでとうございます。泳いでおります。いや 90×45 から120のこれ60なんですけども、ちょっとしか変わらないように思うけど泳ぎ方とかねこの水槽に入れた雰囲気全然変わりますよね。すごい曲が流れてきたね。中学の時に歌ったねなんか曲のタイトルわかんないけど合唱曲のね BGM が俺の脳内に再生されました。みんなの脳内にも再生されましたか。いやまあ普通になんかもうめっちゃ嬉しかったね。いやこの 120cm 水槽でこれでもうねしばらく長いこと飼育できるなって、まあ、2年はいけるんじゃないかな。ちょっとやっぱね 90cm 水槽ねちょっとやっぱ狭かったなっていうのがあったんで、こうやってねなんかすごい悠々と泳いでる感じいいなって思ってね。まあでもやっぱりね移動直後なんで呼吸もねやっぱいつもよりは荒いし、泳ぎ方もちょっとまあビビったり、いやでもそんなにビビってる感じもしないかなね。まあでもやっぱり挙動不審というか挙動ってましたね今ちょっとね。まあ、ですがこのアロアナ飼育して5ヶ月、まあ今ジョーブライト白蛍光灯とあとそれからフィッシュルックスね当たってますけれども、ちょうどねなんだろう紅龍の若魚なんですけれども、ほっぺた色がね出始めてきた時なんですよ。で後方三ひれのねエッジっていうんですか、そこにもまあね、まあ、色乗ってたんで、そのねなんだろうこの白水槽にでクリア背面ですね、まあちょっと薄い緑のカーテンの色が映ってますけれども、なんだろうなこのちょっとね淡い感じのもう紅龍にこれからなりますよっていうねこの瞬間もなんかねこの色合いがねすごいいいなっていう風に思って、発色こっから進んでいくんだろうなとかね、もうめちゃめちゃ楽しみな時期ですよね。逆に発色しなかったらどうしようとかね心配にもなったりね。で胸びれがねそう結構長めの個体ですね。やっぱりね思ったんですけど、こう 120cm 水槽に入れてこうやってね悠々と泳いでますけども、全体的にもうフォルムとかね顔の形、そう小顔なんですよねこの子。
まあ、人それぞれいろいろねタイプあると思いますけど、やっぱりね、自分的には今こうやって小顔系な感じで、まあ、胸びれ長くて後方三髭ででかい個体がいいなとは思ってたんですけども、なんか理想に本当になんか近づいてきたなっていうか、理想に近いなっていうのと、なんだろうね、やっぱアロワナいろんな個体とか写真とかね、まあ、動画とかいろんなブログとかも見てきた中でいい体型だなって自分で言うなってね。まあでもあんまへりくだるのよくないですけど、まあでもやっぱりねこのアロワナはね結構いいんじゃないかな、悪くないなっていうふうに思いましたね。まあ、ぶっちゃけこの当時ねもう120センチ水槽に5ヶ月飼育したアロワナが釣ってね、こうやって無事泳いでくれて、ね感動してました、ぶっちゃけ。やっぱアロワナね飼うのやっぱすごい前から目標だった時もあったし、でやっぱ交流高いんですよね、高いんですよ。やっぱ昔だったら50万とか60万とかやっぱ普通にしてるし、今でもやっぱり50万とか60万とかしてるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、もっと高いのはもっと高いと思いますけどね。ちなみにこちらのね交流はねスーパーメタルクエストランク19万8000円でね買いました。あとプラスそこに税ですね。まあでもねこのアロワナ19万8000円、そう交流の中では安い方なのかもしれない。でもそれってやっぱりアロカフェさんで購入したんですけども、アロカフェさんがねやっぱりその現地のアロワナの買い方ね、アロカフェさんなりのその企業努力があってこの値段だと思うんですけども、このアロワナのねスペックはねかなり高いんじゃないかなって思うんですよね。まあ、というかね今のアロワナのレベルがね上がってるっていうことらしいですけどね。飼育5ヶ月2021年6月こちらのスーパーメタリカ期待を裏切らないね成長をしていてくれてるんじゃないかなと思ってます。まあ、交流飼育若魚編なんか第一段階突破っていう感じですよね。ダトニオもね発色いいんですよ。ダトニオはね水槽移動した時とかね結構発色してくれますね。というわけでここからまたねアジアロワナどのように成長していくか記憶ねしていきたいと思います。今回ご視聴いただきありがとうございました。よくて紅白、ダメでもベタ赤ぐらいになってくれたらいいなと思ってます。また次回会いましょう。アロナナチでした。